マイクラ元ネタクイズマインクラフトのサンゴ礁に生息するシーピクルス統合版ではナマコという名前で水中に設置すると発光する不思議な小型動物ですがこの光る不思議なシーピクルス果たして実在するのでしょうか正解は実在しますですが実際の見た目はかなり異なりますこのシーピクルスの元ネタとなった生物はバイロソームという生物発酵を行う小さなプランクトンで海中で大きなチューブ状のコロニーを構成することで知られています バイロソームが集まってできたチューブ状の姿がまるで海のキュウリに見えることからシーピクルスと呼ばれるようになったそうですちなみにそのチューブ状の姿は時々かなり大きなものになるらしく当時の人々はその姿を見て巨大未確認生物として大騒ぎしたとかもしかしたらリヴァイアさんのシーサーペントなんかの伝説のモンスターの正体は案外この海のキュウリなのかもしれません気になる人は検索してみてね